呂厚地権とは、かつて日本に存在した土地に関する権利の一つ。明治以後も監修法として存続したが、民法における所有権の原則に反するとして否認された。日本の近代以前の法権的な土地制度のもとでは、年貢の徴収して収益を得る権利と実際にその土地を地表とそれに、付随する部分のみを自由に使用ができる権利とが分離されており、前者を 底土持ち、公社を、上土持ちと称した。このうち上土持ちが所持していた権利を、上土権もしくは天戸権と称した。ところが、地疎改正によって、一物一権主義の原則が定まると、一つの土地に複数の所有権者を認めることが否認され、領主制度が否認される代わりに、底土持ちとなったかつての工作者が、底土持ちとして所有権を得ることになった。 だが、依然として、上土地権は、古作権の一種と考えられて、慣習として残されて、しばしば売買が行われた。だが、大正6年2月10日、大臣院は所有権は、分割が不可能な権利であり、その権限はそのものの有する使用価値、交換価値全体に及ぶものとし、上土地権は、分離不可能な所有権を分割するものであるから、 民法175条に定めた物件法定主義に反するものとして否認されるとの判例が下されたのであった。ありがとうございます。